皆さん、こんにちは。茨城おのぼのチャンネルです。今回紹介するのは、つくば市にあります、手落ちそば一井さんです。まあ、田んぼのね、中にあるお店のイメージですね。まあ、案内にある通り、そばがなくなると閉店みたいなので、早めの、えー、来店を心がけた方が いいかもしれません、まあ広い窓から田んぼを眺めながらねのどかな雰囲気でそばを食べることができますまあそば粉10に対してつなぎ2ということで28とも違ってね若干背後変えてるみたいですね。 ここからがメニュー紹介になります。今回ね、夕方早い時間にお邪魔したので、ランチは時間外なので、一応ね、ランチのメニュー表があったので、一応こちらね、掲示しておきます。 かなりメニュー豊富だったんですけど、おすすめがですね、カモセイロ、天セイロっていうことだったので、今回ね、すごい悩んだんですけど、カモセイロをオーダーしてみました。 こちらがカモセーロになります。手打ちなのでややね微妙にこの太さが違ったりする麺がまたいいですね、まあ、ご覧の通りネギがかなり大きいです。 こちらが食後のデザートですね。そばのゼリーということで、えー、まあ、黒蜜をねかけて食べるタイプになります。今回の動画は以上になります。そばもねかなり、えー、好みの差が出ると思うんですけど、気になった方はぜひ行ってみてください。 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。